大井川鉄道 C 時200系貨車は、大井川鉄道井川線で使われている貨車。木製の煽り戸とつま板を持つ、二軸ボギー無害者である。日本国有鉄道時10型を縮小したような、形状で、時を称するものの荷重は16トンで、国鉄で言えば、無、9の荷重に過ぎない。1953年に、井川線が、中部電力の専用線として全通するのに備えて、 製造された形式である。三菱重工業及び近畿車両で25両ずつ合計50両が製造され、当時ダム建設で大井川を流送できなくなった木材輸送に主に用いられ、C はフレー型と連結して大井川本線にも乗り入れた。また、井川線として旅客営業が開始されてからは乗客が多く客車だけでは足りない場合に、 旅客列車に使用されたこともある。その後は、貨物輸送の減少と、旅客輸送の増加から、廃車解体されたり、同車スロに200系、スロフ300系、スハフ500系、クハ600型などの客車に改造されるなどして、数を減らしているが、2006年現在給料が在籍しており、事業用として、石炭柄の輸送などにも使用されている。 伊川線において、伊川寄りに連結した制御客車から先頭寄りに連結した機関車を制御するための引き通し線を持つが、これは日本の貨車としては極めて珍しい。引き通し線を持つ理由はアプト式区間を運行するためである。ありがとうございます。